速課中の久保ですまあなんともねオリンピック関連のきな臭い記事が続いてますけども今日はこれですね東京五輪オリパラ村で選手村ですよね要するに酒類持ち込み可能ということだったんですよ <laughs> あの今飲食店居酒屋さん中心に時短営業とか酒類を売るな持ち込むなっていうことをやってますよねでもなぜかね東京オリンピックの選手村では酒類の持ち込み OK お酒飲んでどん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 交流して やってくださいってことなんですよ。何なんですかね、これはね。うん、だからオリンピックは好き勝手やるけども、オリンピックのために国民の皆さんは保証なき自粛をお願いしますみたいな感じでしょで、飲食店にしても、なんか時短営業を応じなかったり、お酒を出すところは、まあ、最初は要請なんだけども、要請に従わなかったら命令とか過料とかっていうので、結局はね、罰則に向かっていくってことなんですよ。あまりにもひどいですよね。 もちろんね、カリを設けるんだったら、守った人には、まあ、ご褒美っていうかね、保証金を出すべきだと思いますよ。あまりにもね、東京ひどい。オリンピックひどい。もうオリンピックそのものの、もう大いなる傷がついたというかね、私はもうこれを機会に、オリンピックはね、もうクズ扱い。選手もダメ。選手も過断。<laughs> そんな感じでね、思ってます。あのー、印象は、あ相当、私個人の印象ですけどもね、オリンピックに関してはもう害悪だなと思うようになりましたね。 うん、もうひどい話だなと。うん、それしかないですね。だから、オリンピックをいいものに見せるか悪いものに見せるかってことを、まあ私一人のね、考えですけども、あの、運営によるんですよ。運営が綺麗にやればオリンピックが綺麗なものに見えるけども、運営がろくでもないことやればね、ろくでもないものに見えるわけなんですよ。うん、まあ私だけがこう思ってるのかもしれませんけども、ただ現実8割ぐらいの人オリンピックはね、中止化延期だって言ってるわけでしょ。まあこれが民意ですよね。 なんかやりたい人はあまりいないし、選手の方もこれじゃ気持ちよくできないんじゃないかなと思いますけども、これで気持ちよくね、プレイできる選手がいるとしたら、それで人を感動させることができるというふうに信じてるとしたら、その選手ももうちょっと終わってるっていうか、もう、もうクズと言ってもいいですね。ひどいこと言うようですけども、そのぐらい私はもうオリンピックに対して、それに参加する人とか支持する人に対して、ものすごく悪い印象を持つようになりました。これもね、報道に私が洗脳されてるからかもしれませんけども、いやでもこのお酒の件とか、 気の毒ですよね。潰れてる飲食店さんや、もうやっていけない居酒屋さんがいる中で、何、酒どんどん飲んでよってことを、要するに、オリンピックに集まる人にはいい顔したいわけですよね。なんだろうなぁと思いますよね。で、なんでオリンピックの選手だけいいんですかって言ったら、いや、オリンピックの選手は、節度を持って行動してくれるんじゃないかなってことらしいんですよ。でも、裏を返せば、一般国民は節度がないって言ってるようですよね、これは。うん で、あとね、こういうニュースもあるんですよ。オリンピック組織委員会が選手村になんかコンドーム15万個を用意させる。要するにね、オリンピックの選手たちはオリンピックの選手村で、まあなんて言いますか、国際交流というかね、やりたい放題ということなんですよね。で、まあコンドームを出すからやってよって感じですよね。なんなんですかね。うん。ワクチン、優先接種、酒、持ち込み OK、コンドーム使い放題、アスリートファースト。 いや、アスリートの皆さん、こういうことを期待してオリンピック集まるんですかね <laughs> 本当、どうしようもない人たちですよね。だから、スポーツマンシップってのはないわけですよ、オリンピックに関しましては。もうなんか結局、傀儡になっていて、何のために走ってるのか、何のためにね、戦ってるのか分からないというね、なんとも軽々しい金メダルななと思いますよね。いやー、オリンピックね、もう廃止した方がいいんじゃないですかね。うん、アスリートの方はもう、<laughs> アスリートっていう言い方もなんかね、私としては、もう否定したいなと思いますよね。いや、こういうふうに、矛先が、制度を作ってる人じゃなくって、表面化してる選手個人に向かうわけですよ。私はね、本心からこう思ってるわけではないんですけども、ただそう思う方が出ちゃうよってことなんですよ。ね、ここにも書いてますけども、あれだけ酒を悪者にして狙ううちにしてきたのに、人と人との交流にアルコールがいりますってことか、私ら一般じゃセッがないってゅうことと、憤るコメントが溢れたってありますけども、これすべて、 小池都知事とか、菅総理とか、オリンピック組織委員会、あの、誰だっけ、橋本さんですかもうね、終わってるなということで、私は思いますけどもね、いや、これでね、国民の皆様、これね、みな、見ている皆さんが気持ちよくオリンピック、それでもできるんだっていうことでしたら、私一人が間違えてることになります。私一人が感情論でギャーギ上げやってることだと思いますけども、本当にこれ、オリンピックの精神なんですかね、こういうのが。うん。まあまあ、まるでね、 国民の犠牲の上にオリンピックの身内の感動を、まあ、ささやかにもね、呼び起こしたいなっていう、まあ、なんとも安っぽい大会になってきました。うん。なんかみんなでね、オリンピックを応援して、選手の皆さん、良かったねって言えるような、そんな大会にはもうならないんでしょうかね。うん。どうなってるんでしょうか。皆さんのご意見また聞かせてください。